日本海側の留萌市では冬の荒れた海で見られる現象、プランクトンが泡状となる波の花が発生しています。道内では今シーズン初めての冬の嵐となっていて、午前7時までの24時間降雪量は層雲峡で44センチ、旭川で30センチとなるなど、上川地方でどか雪となりました。でも1日でやっぱりこれぐらい降ったらちょっときつくないですか？うん、そうね、もう80だからね、年齢的に。交通障害などに注意が必要です。